先ほど電話で日米首脳会談を行いトランプ大統領と北朝鮮情勢について突っ込んだ意見交換を行いました私からはすべての選択肢がテーブルの上にあることを言葉と行動で示すトランプ大統領の姿勢を高く評価しましたその上で未だに危険な挑発行動を繰り返す 北朝鮮に強く理性を求めていくことで完全に一致をいたしました北朝鮮の核ミサイルの問題は国際社会にとどまらず我が国にとって極めて重大な安全保障上の脅威であります昨日からカール・ビンソン空母打撃軍と海上自衛隊の 共同訓練が始まりましたが、引き続き米国と緊密に連携し、高度な警戒監視体制を維持し、そして我が国として、毅然として対応してまいります。